山都町は、熊本県東部にある町で、上増し機群に属している。九州のほぼ真ん中に位置していることから、九州のへそを商標登録しており、全国へその町協議会に参加している。町域は、東西約3 3トル南北約2 7トルに及び、面積は544.83平方キロメートルで、 熊本県内市町村で3番目の広さを誇る。世界最大級のアソカルデラを形成する南外林山のほぼ全域を治め、南側は九州山地に接している。一級河川である五ヶ瀬川、緑川は町内の山間部にある水源を源流とし、分水嶺を境にそれぞれ東西に流れている。標高は300メートルから1700メートルにあり、 そのうち300メートルから900メートルにある居住域については、平野部との気温差は、各月平均で4度ほど低く、準高齢地の気候である。2005年2月11日に、上増木郡安部町、清和村、阿蘇郡蘇陽町が合併して誕生。熊本県下では、朝霧町、氷川町と共に、町でなく、町と読む数少ない町である。現在、 熊本都市圏を及び政令指定都市についての研究会に参加している。阿蘇の外さ山から九州山地まで変化に富んだ自然を持ち、宮崎県と接している。旧矢部町旧西和村、旧祖幼町両生国としては、肥後国の一部で、益城群に属した。中世南北町から戦国期にかけては、阿蘇大宮寺家が旧矢部を本拠地として、 現在の熊本県を地域一帯を所要とし、その館、浜の館を築いて、その繁栄を誇る。その後、江戸時代となり、地方行政の根幹をなす、手長制度が敷かれた。矢部号は、矢部手長、地方京は、菅尾手長として、それぞれに総生屋を排して、行政治安を司さどらせた。民衆も総生屋と一体となり、地域の発展に寄与した。 日後細川藩の藩主が矢部地方に狩りに出かけた際、この地方にある滝の壮大さ、美しさに感動し、藩のお抱え絵師を派遣して、日後各地の名称の絵を描かせた。嘉永7年、矢部手長の開所時代には他の地方と同じように振動や、関、用水路など数多くの公共的インフラストラクチャーが建設された。その一つに、三宅と白井地区に作られた。 生活用水や農業用水確保のための通り潤るう用水があり、通り潤るう用水の水を送る石組みの水路橋として築造されたのが通順橋である。通順橋は阿蘇山や熊本城などと並び熊本県でも有数の観光資源、文化財であり、町のシンボルともなっている。当時、矢部会所の総称屋として布田康之助がいた。通り潤るう用水及び 通順教の功労者として、布田は深刻化されることも多いが、その整備は、布田和との成果ではなく、やべ手長から集められた資金や、日後細川藩の資金を借り、各地の労働者や他地区の石膏など、総動員して作られた地域の歴史的な遺産である。道路などと、同じく個人や地元、特定団体の所有物ではない。この頃から日ごと東隣の日向国を結ぶ日向。 王冠の主要な交易地、交通の要衝として、山和町の中心市街である浜町や、馬見原和商家を中心に繁栄していた。明治初めの西南戦争では、熊本で官軍と戦って敗れた薩摩軍が、敗戦の退路に立ち寄っている。山和町の山の文字で人と自然が調和する町をデザインする。阿蘇街林山と九州山地の緑に囲まれた町に、 伝統香るそよ風が吹くイメージ。大和町らしさを町省からも感じてもらえるように町の将来像をテーマにし、町を包む自然と優しい風が作るゆとりの空間を表現。清和支所蘇陽支所合併により、旧矢部町役場を本庁舎と市旧清和村役場、旧蘇陽町役場をそれぞれ清和総合支所、蘇陽総合支所へと移行。また新庁舎の建設に伴い、 大和町役場本庁舎の一部が、旧市来と第一小学校へと移転することになった。平成27年1月に、本庁舎会長。平成28年4月、蘇陽総合支所、清和総合支所をそれぞれ蘇陽支所、清和支所へ変更した。本庁舎支所大和町包括医療センター蘇陽病院、五郎が滝発作祭の大作り物2006年度の、 町内総生産490億円。2018年、東京事務所を開設した。所在地は、農産物やジビエ肉の販売、観光客や移住者誘致で協力を得ている、コンサルティング会社、クレアン内。米、トマト、高原野菜、シイタケ、栗、梨、ベビーリーフ、牡蠣茶、牛肉、酪農小売業、卸売業町内に、鉄道路線は走っていない。 最寄り駅は、南阿蘇鉄道高森線の高森駅。JR では、JR 鹿児島本線の松橋駅。高速、特急バス、編集一般路線バス、編集大和町バスの系統については、大和町コミュニティバスを参照。高速道路、編集九州中央自動車道北中島、インターチェンジ及び安倍 IC の共用時期は未定。一般国道、 編集国道218号道の駅、編集矢部地区、編集聖和地区、編集蘇陽地区、編集から2012年3月大和町立大野小学校、大和町立菅尾小学校、大和町立真美原小学校が閉校。2012年4月上期の3校を統合して、大和町立蘇陽南小学校が開校。当時、 地方の山村の風景や名称を描いた絵画は、少なく、希少な資料である。山和町について書かれた文献、里の時間、芥川人氏、安倍直美町、岩波新書1511、先人の汗で田を開くは、個人架空の人物。ありがとうございます。